はい、じゃあ今回はアフレコありのルックブックをしていきます。じゃあまず一コーデ目はちょっとこうくすみカラーで淡い感じの夏っぽいコーデを組んでみました。これね、去年買った GU のロングシャツを合わせてます。でちょっと頭が寂しかったので今回は夏用のベレー帽をかぶりました。ちょっとこうピンクベージュっぽい感じですね。先日パーソナルカラーで私はくすみカラーが似合うというふうに言っていただいたので、今回はちょっとこうくすみ系のカラーから始めることにしてみました。こういう淡い色はやっぱりさ、夏に着たくなりますよね。でなんかシャツだから二の腕とかも隠しつつ、でもシースルーなので涼しげな感じのコーデを組めるのですごくおすすめです。で結構私は困ったら片側三つ編みにしがちなんですけど、こうやって下ろしても全然雰囲気出てね、ちょっとこう大人な感じになるので、これはこれでまた可愛いんじゃないかなと思いました。じゃあ2コーデ目は下の今履いているパンツを着回ししてコーデを組んでいます。次はちょっと雰囲気を変えて黒のトップスでかっこいい感じに決めてみました。リップはちょっと赤め、はい、ということでこんな感じのコーデです。トップスは1年前か2年前に買った島村のトップスなんですけど、ペプラムでめっちゃ可愛いんですよ。でこのねパンツすごい気に入っていて、ストレートなんですけどちょっとワイドめなのですごい着合わせもしてくれるし、コーデも組みやすくて気に入ってます。バッグは先日のね最近の購入品で紹介したバレンシアガのチャーム付きのバッグですね。これがゴールドでなんかすごいいっぱいチャイムがついててめっちゃ可愛くて一目惚れして買っちゃったやつです。はい、とちょっとこうねカチューシャもつけて女の子らしいけどかっこいい感じにしました。じゃあ3コーデ目も組んでいきます。3コーデ目もはまあこれもちょっとこう女の子らしさ寄りなんですけど、ちょっと甘辛って感じのコーデを組んでみました。はい、じゃあこれはね上下グレールのコーデですね。上はなんかスクエアネックでボリューム袖のグレールのトップスなんですけど、これね着痩せもするしめっちゃ女の子らしくて気に入ってます。で下はグレールのレザースカートですね。レザースカートはちょっと夏暑いんですけど、やっぱ何でも合わせやすいからね好きですね。靴は GU でね購入したものなんですけど、これ2年前も同じやつ買って今年も同じやつ買いました。それくらい歩きやすいし合わせやすい。でリップはちょっとこう濃いめの青みピンクカラーを選びました。トップスに合ってると思います。はい、そしたら4コーデ目も組んでいきますよ。4コーデ目はこのレザースカートを着回しして、このコーデ最近よくね着るコーデなんですけど、可愛くてクラシカルな感じで気に入ってるんですよ。はい、じゃあこのコーデはトップスがレースのザラのトップスですね。これ1000円くらいでセールで買ったんじゃないかな、めっちゃ気に入ってます。リップもちょっとこれもね濃いめの青みリップで、さっきと同じやつだったかな。バッグとシューズをこう薄めのピンクで合わせることによって真っ黒になりすぎずちょっとこうポイントをつける感じにしました。でもなんか巻き髪だとブリブリになりすぎるかなと思ったので、下目のお団子にちょっとこうリボンをつけてなんかまとまりのいい感じのコーデにしました。こうやって遅れ毛出すと漏れますね。はい、とこんな感じで、このコーデ本当に最近ね漏れるから気に入ってます。ちょっとバレエしてる風な感じでポーズもしておきました。じゃあ5コーデ目はさっきと打って変わってちょっとこうカジュアルで夏っぽい感じのコーデを組んでいきたいなと思っております。ということで今回はジーンズを使ったコーデですね。このコーデも最近気に入ってるし、しかもね着てる日すごいね可愛いって言われる率が高いので助かってます。はい、そしたらこの日のコーデはトップスがバースデーバッシュのオフショルのトップスですね。これがなんとセールで1着600円とかなんか1000円以内で買った記憶があるんですけど、めっちゃ可愛いし着回しやすいしですごく気に入ってます。でもうやっぱりオフショルはデニムを合わせるのが一番可愛いんじゃないかなと思ってます。バッグはね手軽に最近ずっと気に入って使ってるバレンシアガのミニバッグです。これはまあデニム以外は全部黒でまとめました。やっぱり私は黒コーデが好きですね。ということで6コーデ目いっちゃいましょう。じゃあ6コーデ目はベチコートを着て、ちょっとこうねこれは夏っぽいというか爽やかな感じのコーデです。結構私にしては珍しい感じの色味ですね。はい、そしたらこの
ワンピースはスナイデルで去年買ったものなんですけれども、これもめっちゃ気に入ってます。正直今年全然ね夏服を買ってないのでね淡い色のコーデが本当去年買ったものしかなかったんですよ。でまあ全体的に淡い色で合わせるのがいいかなと思ったので、バッグはチャールズ&キースの薄めのバッグで、サンダルも GU の白のサンダルを合わせました。この日はすごいゆるふわみたいな感じで、ちょっとこうデートコーデっぽい感じを意識しましたが、このコーデすごいね好きなんですよ。私あんまり持ってないからレアっていうのもあるんですけど、でもパーソナルカラー的には結構合ってる感じのカラーなんじゃないかなと思っています。はい、そしたら最後7コーデ目ですね。7コーデ目も正直めちゃくちゃ最近使っているコーデっていうか、このコーデもこの夏5回くらいしたコーデなんじゃないかなっていうやつなので、ぜひ見ていただきたいです。ちょっとこう全身真っ黒のコーデなのでリップは赤で締めました。はい、そしたらこのドレスめっちゃ気に入ってて、アメリーってその楽天で買ったやつなんですけど、多分1着2000円とかで買ったんじゃないかな。なんかお腹が部分がちょっと透けてて、で V ネックでボリューム袖なのですごい着痩せするので助かってます。めっちゃ可愛くないこれ。で靴も同じくアメリーですね。バッグはバレンシアガです。でなんかこれはちょっとこう可愛すぎたらあれなので大人っぽくしようと思って、こうやってねオールバックじゃないわハーフアップにベルアのリボンのゴムをつけました。これお団子の時と一緒のやつですね。週に1回はこういうパッキリとした赤リップをつけたくなるのでね、それに合わせたコーデっていう感じです。はい、そしたらこんな感じで1週間分のルックブックは以上になります。まあ、なるべく私は可愛い服ももちろんなんですけど、着痩せする自分が漏れる服を選ぶようにしているので、ぜひね皆さん参考にしてくださると嬉しいです。ということでバイバーイ。